巨人梶谷禁酒にはまった。旅の道中、坂本から今日から梶谷さんす解禁と紹介された梶谷は、そうなんよ、1ヶ月やめてたと禁酒していたことを告白、思い立ったらやらんとなぁと、ちょっとやめてみようってと理由を説明した。その効果は体にはめっちゃいい、朝とか全然違うよ、朝飯食えるという。昔は毎日、今年途中からは休日前だけ飲んでいたというが、1ヶ月やめていいことに気づいたから、これからは外出たらちょっと飲もうかなくらい、家ではもう飲まんようにと禁酒を継続していく予定だと話した。家では飲まんけど外では飲む。家飲みの方が限界まで飲むからやばい。外では付き合いがあるから潰れない程度に制御するってことでしょう。現役アスリートの言うことかよ。とはいえほとんどのプロ野球選手は二日アスリートだけどな。タバコもやめんとな。酒飲んだら肉離れのもとやん。これでも野球ってできるんだな。あまり動いてないからか。サッカー選手って絶対酒飲まないの？梶谷はペナントレース中にガリガリに痩せ細ってまう。この人ほど巨人のユニが似合わない人もいないな。酒やめたら体調いいなんて当たり前のこと。酒なんて麻薬と同じなんだから。でも巨人だから一生優勝できないね。ご視聴ありがとうございました。